はしゃいでるんだよ。やったか。寄生虫の問題は片付いたが、肝心の出口はどこだ。早く新書を届けに行かなくてはいけないのに。お守り破れちゃった。何か出てきたぞ。なんだこの粉は。どれどれ見せて。うらくし胡椒だ。なんでお守りに胡椒が。揺れてる。これはもしや。うわぁ。どうやら外に出られたようだな。胡椒のおかげなのかしら。ヒューバートからもらったものがこんな形で役に立つとはな。けどなんでヒューバートは胡椒なんかを渡したんだ。私たちがロックガガンに飲み込まれるって分かってたわけないよね。じゃあ一体何の意味があるのかしら。アスベル、ロックガガンどこ行ったの。いなくなってる。どうやら街道のそばからはどいてくれたみたいだ。おかげで街道が復旧した。ストラタを代表して礼を言うぜ。ありがとうよ。しかし君たちあいつに何をしたんだ。寄生虫が救っていたようで、結果的にそれを退治しました。その後出口が見つからなくなり、困っていたらこれで。これはクリアスの守りか。あ、思い出したぞ。これは昔俺がヒューバートにあげたものだ。本当は砂状のクリアスを詰めるんだが、砂のクリアスが見当たらなくて胡椒を詰めたんだっけ。それをあいつ今もまだ持っていてくれたなんて。クリアスの守りは持ち主を守ってくれる力があると言われているが、中身が砂のクリアスでなくても効力があるのだな。これであいつが暴れることももうないだろう。本当に助かったよ。君たちがいなかったらロックガガンを殺さなくてはならなかったかもしれない。ロックガガン殺されない。ああ大丈夫さ、安心しな。ところで君たちはどうして首都へ行こうとしているんだ。苦境に立たされている弟を助けたいからです。そのためにこの国の首都にいるある人に会う必要がありまして。そうか、うまくいくといいな。さて俺はそろそろ行くぜ。また会おう。さて街道も通れるようになったようだし、このまま首都へ向かおう。教官どうされましたか。先ほど会った男だが、何か感じなかったか。違和感というか。そうですか、私はただの観光のおじさんかなと。教官の考えすぎではありませんか。それならいいのだが。